えー、経営してた会社が破産して銀行借り入れの連帯保証なので個人で1億円程度の借金があればす,すげーえー。一方で別会社から2000万円の年収があり1億程度の資産を別ド持っています。この1億円の資産は信託で管理されており仮に自己破産しても信託の破産隔離機能で管財人に没収されることありません。この資産を手放して借金を返済するか、それとも自己破産して借金をチャレンジして1億円資産は信託にでもらるのか、ひろきさん知名度が高くない一般人であればどちらを選びますか。自己破産をせずに逃げ切り あとあのななで,すよでまあ一応その,あの銀行なので10年ごとにそのなんかあの借金返してくださいっていうのであの取り立てとか判決とか出す場合があるんですけど時効は伸びるんですけど時間の問題でどっかで時効延ばしを忘れる場合があるんですよね。 もしくはその時効伸ばしでもコストがかかるので、もう今更時効伸ばししない方がいいんじゃねこれって損金で落とした方がいいんじゃねっていう場合もあると思うので、まあ一億円返したいなら返せればいい、返せばいいと思うんですけど、あの逃げ切るっていう手段が一応あるので、もし逃げ切りたいのであれば、あの逃げ切るっていうのもありだと思います、ね。 で、あの、銀行って、無茶した取り立てしないんですよね。夜の9時以降に電話してきたりとか、職場に金返してくださいとかっていうのを言わないっていうのがあるので、結構日本の会社ってよくできてるので、あの、逃げ切るという道も考えればいいんじゃないかなと思いますけど。ああののの僕そのあのなんか借金 金を逃げてパリに来たって誤解されてる方がいらっしゃると思うんですけど、コメントでそれでパリにって書いてると思うんですけど、厳密に言うと、えっ、ー、と、2001年ぐらいから判決をもらっているので、一番最初の判決でいくと、2011年の時点ですでにもう、あの、時効になってるんですよ。で、その2002年3年とかで割と多かったんですけど、そこも時効になってて、 で僕がフランスに来たのが2015年なので基本的にはほぼ全部時効になった後に日本に来ていますなので海外に行って時効になったとかではなく日本にいる間に時効になりましたで海外に行きましたっていうのが実情ですはいなので別にあの逃げる必要もないっていうのがあの日本で普通に僕が生活してたんですね